これ普通ののただのチャットアプリですよね左側が僕こと武田生の画面で右側が雄也君の画面です、まあ、こんなふうにハロハロとまあメッセージをやり合っているのが分かると思いますまたこちらは手元のリモコンアプリから現実世界の電球の色を変えている、まあ、そんなアプリです、まあ、このように電球の色を赤青白にまあ変えているのが分かると思います 実はこの2つとものアプリ僕たちのサービスでたった10分間で作られたものなんです僕たち思春期の少年少女にとってプログラミングというのは一種のステータスでありまた自慢の種になるようです僕も確かに「やべえ武田ってプログラムできるんだって」と言われてすげえ嬉しかった記憶がありますまあそんな 自慢でもありまあ、一種のステータスにもあるプログラミングというスキルですが意外にも僕たちの周りでプログラミングができる人は少ないんですそれはなぜでしょうかこの黒い画面の上に謎のコード羅列をなんとなく打っていく本当に意味不明ですまあ、この意味不明な作業のせいできっとプログラミングが禁止されてしまうのに違いありません僕たちはゲームではない生活で使えたりする本格的なビッグなアプリを作れ誰でも 簡単にアイデアさえあればどんなアプリでも作れるそんなサービスを作りましたえこのサービスウェブ上で動作をするのでまあこのようにウェブサイトでえアカウントを使ってまあログインをいたしますログインをすると表示されるのはこのようなダッシュボード画面これプロジェクトの一覧になっているんですがまあ今回のデモでは新しいプロジェクトまあニュープロジェクトという名前でまあプロジェクトを作り えまあ単純なアプリケーションを作るというデモをしたいと思います、まあ、基本的にはこのようにボタンやテキストなど画面に置きたいさまざまな要素をこの画面の左側のプレビューにドラッグアンドドロップして配置するこれによって画面のレイアウトを作っていきます、まあ、誰でも使っているワードとかエクセルみたいなあんな操作でアプリケーションの画面をレイアウトを構成していきます 今このようにプレビューの部分にボタンやテキストなどを配置しただけではまだ画面のレイアウトができただけでボタンが実際にクリックされた時に何をするかみたいなものは全く設定されていませんこれをこ,のこちら側のタブから設定していきますこのようなプログラミングの各要素をブロックにしたようなものをこうやって組み合わせていくことでアプリケーションを開発していきます今回はデモとしてこのボタンがクリックされたらこのテキストの 文字を変えるとそれだけのすごく単純なアプリケーションを作ってみました。これ、アプリケーションが今のように作ったら、ウェブ上からワンクリックでですね、Android、iOS、Blackberry、FirefoxOS、Windows PhoneOS、その5つの OS の中から任意のものを選ぶことによって、実際にマーケットで公開できる形としてダウンロードすることができます。実行したいプロジェクトを選択すると、先ほど作ったアプリケーションがこのように表示されていることが分かります。 先ほど作ったものはこのボタンをクリックするとテキストがハローっていうふうに変わるみたいなものを組んだんですがこのように実際に変わっていることが分かりますもっと複雑にブロックを組ませていけばもっと複雑なアプリケーションが開発できますこのような操作を繰り返していくだけで先ほどのこれチャットのアプリケーションの内部にあるコードですがこのような複雑なソースコードがこのように視覚的に分かりやすい ビジュアルなデータでで初学者まあこのようにですね僕たちはこのサービスの開発を通じて実際にプログラミングがなくても誰かがこんなアプリがあったらいいなって思った時にそれをすぐに自分の力で形にできるというような世界をある程度実現できたのではないかというふうに考えています。